川田さん、おはようございます。メッセージありがとうございます。そうですね、このワンダーコア、正確に言うとワンダーコアのバッタものですけども、まあ、ものとしてはほとんど一緒です。こうやってね、腹筋をするやつなんですけども、これ腹筋の効果得れるかっていうと、まあ、得れないことはないんですけども、まあ、ほとんど得れないですね。というのがなんでわかるかっていうと、腹筋をしてもね、お腹のところが、痛くならないんですよ。要するに負荷がかかってない状態です。負荷がかかってないところに超回復はありえないんで、まあなんと言いますか、やらないよりマシって感じですよね。まあでもなんでこれを私が買ったのかというと、やっぱりね、45ぐらいでトレーニングルームを作り始めたんですけども、やっぱりしばらく運動してなかったんで、まずはね、形を、こう、腹筋する振りをすることが大事なんですよ。で、ワンダーコアで、バネがついててね、ほとんど自分の力がいらないんですよ。ぐっと戻ってきます。で、腹筋の形を思い出すことによって、あ、こうやって腹筋ってやったなーって形でね、無理なくスタートできて、そのうちに、自重でね、普通の体育でやるような腹筋を自分でやるようになって、それが3回とか5回とかなんですよ、最初。で、それでもう、よし、やったぞ、みたいな感じになるんですよね。で、その後に、腹筋の専門的なトレーニングをやっていけるっていうことなんで、いきなりですね、腹筋をやろうと思ったら、私としてはね、ハードルが高かったんで、こうやって、ちょっとね、お遊び的なものから始めて、腹筋を思い出すところから始めて、それから本格的な腹筋を半年とか1年がかりで始めたって感じですね。今はですね、プランクですとかね、クライングマウンテンとかっていう、マウンテンクライムバーとかですか、ああいう風な、ちょっと変わったね、負荷の高いやつをできるようになりました。まあ、ですんで、これ、長期的にはあんまり私はね、おすすめしません。ですんで、しばらく使ったら、廃棄するなり、中古屋に売るなり、誰かにあげるなりして、本当にね、一番最初にこう、何も使わないで腹筋やるじゃないですか。あれをやった方がいいんじゃないかなと思います。でもワンダーコアよりもね、こっちのベンチの方が絶対いいですよ。ベンチで足かけて、自力でこう、腹筋するとかね。しまいにはベンチも何もいらないんで、腹筋、本当にすればいいんじゃないかなと思います。まあ、腹筋の効果、得れないというのが私の見解でございます。参考にしていただければ幸いです。